それでは線形代数学の第3項ですね。それでですね、まず二次正方形列の固有値問題の話をします。それで01ですが、でですね、いきなり定義とか言う前に何やろうとしてるかっていうのを少し理解してもらいます。A が二次正方形列にしましょうか。いいですか。そしたらですね、FA として K2 から K2 への写像ができましたね。 FAX って言いました。それでこういう座標を考えればいいわけね。それで座標変換するわけね。ですからここにどっちにしようかな。P1 と P2 にしましょうか。ですから P イコール、徐々にはこういう添え字に慣れててほしいから少しずつ使い始めますね。今までだったら A とか B、P とか Q とかやってましたけど、これM2K で、それで、なんだっけ、P1 と P2 が正則じゃないとしましょう。で、この条件は、どうでした？並べた二次行列式が消えないことと、どうでしたっけ、二次正方形列、これが正則だってことと必要十分条件ですね、全部。でですね、で座標変換を覚えているかどうかわからないけど、多分大丈夫だと思うんですけど、これがグジー軸、これがエーター軸だっていうことは、いいですか、XY というのがグジー倍の P1 プラスエーター倍の P2 になります。で、行列で書くと P1、P2 にグジーエーターをかけるわけね。だから P 倍のグジーエーターですね。なんかダラダと書いてますけど、で、それでですね、これ何回もやったんですけど、これを X' Y' にしましょうか。いいですか。で、X' Y' が A 倍の XY ですね。で、これに対応して、グジーダッシュ、エーターダッシュが対応されてるとしましょうか。で、そうするとですね、これどうなってるかというと、この対応関係ですね。そうすると、これ逆もあって、グジーエーターが、P インバースの XY ですから、グジダッシュエータダッシュは P インバースの X ダッシュ Y ダッシュです。そうすると P インバースのどう？XY ですね。で、それで P インバースの A の XY はここにありますね。P 倍のグジエータになります。まあ、ですから短くまとめちゃうと、これに対してこちらで十分なんですけど、グジーダッシュエーターダッシュが、P インバース AP グジーダッシュエーターダッシュというふうになります。それで、
で、ここまでは何回かやったと思うんですけど、でですね、今が何をやろうとしているかというと、これを簡単にしたいわけ。ですから、座標変換で、P インバース AP が簡単になるようにしたいわけですね。で、最も単純なのは対角行列なんですけど、いいですか？それをちょっとやってみますね。じゃあ次のページ行きまして、そうすると、何をやろうとしてるかというと、P インバース AP、これを簡単に、簡単にする、整数教ですね。これが欲しい。できるかどうかわからないんですけど、それで、P インバース AP が対角行列にしましょうか。必ずしも、後でまとめますけど、後でかなり先に行ってまとめますけど、必ずしも対角行列にできるとは限らないんですけど、そこがまた大事なところなんですけど、それでですね、なんだっけ、何やるかと申しますと、これから、AP は、どう？P のアルファ00ベータですね。で、この P が、P1、P2 ですから、これは A 倍の P1、A 倍の P2 が、どうだろう。わかります？これが、P1、P2 の、アルファ00ベータですから、アルファ倍の P1、ベータ倍の P2 になりますね。まあ、というわけで、何がせ、あの、従うかというと、AP1 は αP1。AP2 は、ベータ倍の P2 っていうふうになります。で、そうすると、ちょっとこれ、ここで、あまり自然、いきなりじゃないかというふうに言うかもしれませんけど、B が、M2K があったとき、こちらの、これの、否定に相当しますけど、いいですか？に対して、B の行列が0というのと、P にしときますか。P not 0に対して、BP が0。これは標準条件ですね。いいですね。で、それで今 P 正則ですから、正則じゃないとここ逆行列ないですからね。大体座標変換にできないわけですから。それで、そうすると、何がわかるかというと、正則から P1 とか P2、0倍数ないのね。これはわかります。そうすると、これ、アルファ、ちょっとこれ、いきなり難しいと思うんですけど、アルファに引く A に P1 をかけたり、これベータですよ。ベータ i2 に、P2 をかけたら、ゼロベクトルになるってことを書き換えられますね。で、それで今注意しましたけど、P1 と P2 ゼロベクトルじゃないですから、結局ですね、アルファ i2 引く A、それからベータ i2 引く A が0になります。で、これが実は固有値だっていうことに対応してます。じゃあ、そろそろ真面目に始めましょ
いきなりこんなもん出してもなんだっていう感じですね。それで、ですから A は M2K にします。いいですか。で、そうすると、先ほど来の、アルファ i に引く A とか、ベータ i に引く A の、これが0ってことが大事なのね。ですから、これ計算します。そうすると、パイ A ラムダってのを、これ固有多項式ってします。ラムダ i に引く A。ラムダ i に引く A というのは、ラムダ00ラムダ引く ABCD ですね。ラムダ引く A マイナス C マイナス B ラムダ引く B ですね。ですから、これが分かりますね。で、計算すると、これラムダ二乗引く A プラス D ラムダプラス AD マイナス BC ですね。で、AD マイナス BC 何ですか、これ。これ行列式ですね。ですから、定数項は AD マイナス BC なんは行列式が出てきます。いいですか。で、A プラス D も実はですね、ありまして、これトレースの A、これは、これも大事なんですけど、それで、でですね、それで、ここに、で、言ったことは理解したら、AV イコールアルファ V イコール、AV イコールアルファ V を満たす0じゃない、ベクトルがあるってのは、これがですね、これってこの方程式ね、アルファ i に引く a に v をかけたら0になるんでしょ。ですから、これファイ a アルファが0だってことです。いいですか。というわけです。でですね、このアルファ、この固有多項式の解のことを固有値と言います。だから、ファイ a アルファが0の時、ラムダイコールアルファは固有値って言います。いいですか。で、固有値ってことの必要十分条件は、V ノット0がという解が存在するわけです。それで、K が実であるとか複素っていうのはあまり気にしないことにしましょう。後でまとめますから いいですか。でですね、最初からその細かいこと言ってもダメですよね。普通はあんまりそういうのを影響しないですから。影響する大事な面もあるんですけど、それは個別にちゃんとやった方がいいと思います。じゃあですね、具体でいきましょうか。1243です。で、そうすると、もう一回書くと、ラムダ i にマイナス a というのは、ラムダ00ラムダ引く1243で、これラムダマイナス1マイナス4マイナス、こうですね。ですからこれが出てきますね。これ、ここまで分かりますね。で、展開すると、ラムダ乗マイナス4ラムダマイナス5で、ラムダマイナス5かけるラムダプラス1です。ちょっとこれ恐ろしいですね。何かっていうと、ラムダイコールマイナス1と5が、これで固有値です。固有値であることが分かります。 A の固有値ですね。で、じゃあ、この AV 引く αV を満たす V、 これ固有ベクトルって言うんですけど、固有ベクトルを求めましょう。いいですか。固有ベクトルは0ベクトルじゃないですよ。いいですか。ここに V イコール0を入れたら完成しますね。左辺も0、右辺も0になりますから。で、これ自明解というんですけど、方程式の。自明解は固有ベクトルではないです。それで、じゃあ、それで、AX
xy イコールラムダが5の場合ですけど、5倍の xy ってのは、5倍の i に引く a に xy をかけたら0ですね。でこれはここに入ってるのが中身が、ラムダ i にマイナス a ですね。まあここにもありますけど、まあですからここに5を代入すればいいですね。そうすると4マイナス2マイナス4に xy が0で 4x マイナス 2y が0です。まあですからこれ y イコール 2x になります。いいですか。それで xy はそうすると x2x で12の xy です。ですから固有ベクトル全体がこれで出ちゃいまして、12の xy、x が100でも10でも 0.1 でも大丈夫です。いいですか。これ固有ベクトルの全体ですね。これ何とってもいいわけですけど、本当は。それでじゃあマイナス1はどうですか。マイナス i に引く a ですね。そうするとマイナス100マイナス1マイナス1243でしたか。そうするとこれマイナス2のマイナス2のどう、マイナス4のマイナス4ですか。まあこれで出てきますね。もう一回やると xy がマイナス倍の xy っていうのが固有ベクトルを決める方程式ですね。でここで0じゃない解が固有ベクトルですね。でそうするとこれマイナス i にマイナス a に xy をかけたら0になるのね。そうするとここにあるマイナス2マイナス2マイナス4マイナス4に xy が0ですから、これは見た瞬間もうマイナス 2x マイナス 2y と下のマイナス 4x マイナス4は必要十分ですから、上の一つと取っちゃえばいいわけね。だからこれ y イコールマイナス x、x プラス y が0ですから y イコールマイナス x ですね。だから xy は x マイナス x で x の1マイナス1倍ですね。でそうするとですね、ちょっと図を描いた方がいいかな。いいかな。冒頭で喋ったこの話ですね。座標変換の話につながっていきます。で、ここは要するに、ここにあるこの計算なのね。いいですか。それで、ですね、じゃあちょっと書いてみましょうか。あ、まあ、この計算やってからにしましょうか。それで、P1 が1に、P2 が1マイナス1にしましょう。で、これ、どの順序で、これ、固有値が、ラムダイコール5で、ラムダイコールマイナス1ですか。これ、どちらでもいいんですよ。マイナス1、5の順に、並べても、固有ベクトル並べても大丈夫です。でですね、まあ、僕は、まあ、ちょっとその時の気分でかなり揺らいでることは間違いないんですけど、でどちらでもいいです。でだからまずラムダイコール5の固有ベクトル12とラムダイコールマイナス1の固有ベクトル1マイナス1を選びましょう。でさっきも言いましたけど、これ例えば この1マイナス1なんですけど、マイナス1倍してマイナス1でもいいんですよ。いいですか。具体的にはあまり出る関係しません。どちらでもいいってことは分かります。それで、P をこの PHP に並べます。そうすると AP は AP1AP2 で、これ5倍の P1 マイナス P2 ですね。いいですか。最初のラムダイコール5については、ここにありますね。これの解が、x の1、2倍ですから、特に x イコール1として、いいですか ?x イコール 1の時、p1 を1にしているわけですね。それからこちらの方は、xy イコールマイナス xy の解として、これを取っているわけね。
ですから、x イコール1として、p2 イコール1マイナス1で、ですからこの p2 はこの xy イコールマイナス xy を満たすわけです。それでいいですか、まあ、というわけで ap1 は5倍の p1 だし ap2 はマイナス p2 です。でそうすると p1p2 に500マイナス1をかけたものですね。いいですか、50をかけたら5倍の p1、0マイナス1をかけたらマイナス p なんで p2500 マイナス1をかけたものです。でですね、これ実はここのケース、これは一般論でそのうち必要なくなります。でこの状況でこの p 正則になっちゃいますから、今はまだそんなことやってないんで121マイナス1ですね。そうすると、マイナス3ですか、行列式は p ので、0じゃないから p は正則でいいですか。で こちらまとめると ap イコール p の500マイナス1ですね。じゃあ p インバース倍かけると ap p インバース ap になって p インバース p のこうなりますね。それでこれ i になりますね。だから500マイナス1ですね。まあ、というわけでこれよりは p インバース ap が50ゼロマイナス1度が座標変換と関係して私は好きです。いいですね、こういうふうに対角化できるわけです。いいですか。それでで、いよいよやっていくと、で A が定める変換 x'y' は axy ですね。でそうすると xy はp1 と p2 書いちゃえばいいですね。ちょっと待って、12と 1-1。12ってどう？こちらが p1 ですか？ p2 がこうね。p なのね。で、そうすると、こちらがグズイで、こちらがエータだね。いいですか？そうすると、変数変換上の方をやりますと、なんか色あるかな、これね、おっとって感じだ、難しい、ちょっと待ってください。これこういうのがいいかな。いいですか。そうするとこれ平行四辺形で、ここが一般的に難しいところなのかもしれないけど、xy はこれ平行四辺形を書けば、これとこれで分解できますね。いい。で、こちらの方はなんだっけ、グズイ、あ、じゃあこちらの方でした。すいません。でこちらの方がグズイ倍の p1 で、こちらの方はエータ倍の p2 ですね。まあこういうふうにして分解できるわけです。それがここに出てきます。xy はグズイ倍の p1 プラスエータ倍の p2 ですね。で、これは p 倍のグズイエータです。まあ、これ分解とか言ってなんか図を書きゃ分かるっていう、まあ、それはその通りなんだけど、この p が正則だから、こんなふうにグズイエータ作れるわけね。まあ、要するに、何言えばいいかというと、グズイエータとして、p インバース xy とすればこんなふうに分解できるわけで、 x'y' これ axy の方ですけど、それがグズイ -p1 プラスエータ -p2 というふうにかけるとしましょう。で、そうするとグズイ -a' は p インバース x'y' で p インバース xy で、で xy はいいですか、 xy はここにありますけど p 倍のグズイエータで、p インバース ap のグズイエータですね。でですね、p インバース ap は、
ここにありますけど、500-1 ですね。ですから、これが5倍のグジとマイナスエータになります。まあ、というわけで、どんなふうになるかというと、ちょっとね、場所がないから困ってるんですけど、もう一回書きますね。ちょっと待って、どれぐらいにしたかな。こちらが1、2でしたっけ。青だったっけ。1、2が P1 で、1-1が P2 ですか。で、これがグジーか。エータでしたっけ。XY はどうしましたっけ。こんな感じでいいかな。あ、ちょっとこれやりすぎちゃったかな。書けないから。そうすると、これこんなふうに分解するのね。そうすると、平行四辺形で分解しますね。で、どっちの色を使いました？こちらが、グジー倍の P1 で、こちらがエーター倍の P1。今書きますね。そうすると、これが、こちらが、グジー倍の P1 で、こちらがエーター倍の P2 ですね。いいですか。それで、AP1 は、5倍、あ、しまった。50-1 だったんだね。ちょっと待ってください。これだと、これのマイナス5倍が出てくるわけね。ちょっとこれは書けないんで、ちょっとこれ失敗ね。気にしてたことは、実は5倍書けるかどうかっていうのを、ちょっと逆にピースとピニを考えてたんで、もう一回書き直しましょう。で、そうすると、もう一回書き直すと、ひどいですね。ちょっと待ってください。これ何ですか、これ。すいません。いや、これ完全に使い切ってないからしょうがないんだよね。それで、色を、こちらからいくんだ。ここ1、2でこれ P1 だよね。それで、1-2が P2 ですか。で、グジー軸がこちらか。エーター軸が、書きにくいね。で、これはエーター軸ですね。それで、XY は、こうすりゃいいんだな。これ、XY にしましょうか。で、それで、これを分解するのね。こんなふうに。いいかな。そうすると、どっちの色を使ってた？これとこれが対応しましたね。それでこれがこちらがグジー倍の P1 で、こちらがエーター倍の P になります。で、そうするといいですか、 P1 A に P1 かけたら5倍なんのね。5倍なんのね。あ、それでもまずかったかな。それで、したがって、これの5倍ですか？これ5倍にしときましょう。で、あとは、エータ倍の P に A かけたら、どうなるかというと、この、これ、これマイナス倍ですね。こうなりますね。で、ちょっともう書けなくなっちゃいましたけど、情けないですけど、まあこんな感じで、こういうのが、これが、A 倍の XY だってことが見えます。いいですか？何を使ってるかというと、A に、グジー倍の PH プラス、これ XY ですね。
ータ倍の P にかけると、これグジー倍の AP1 とエータ倍の AP2 ですね。それでこれ5倍じゃない。だから5倍のグジーの P1、 それからマイナスエータ P2 なのね。いいですか。だからちょっと待ってください。このちょっとなんか色が変になっちゃったけど、しまった。これね、これがあのグジーピーチでしたっけ。いいですね。それからこれがエーターピーですね。だからそれを5倍とマイナス倍したのが AXY になるって、まあ、ちょっとこれ図がひどいですけどね、まあ、というわけです。それでさらに、もう一つ応用を書きましょうか。いいですか。こういうふうにしてあの見えるんですよ。あのちゃんとあの、その対角化できるような座標変換をすると、その書いてすぐあの AXY が見えるわけです。それが大事なことです。それで、で対角化して、さっきあのこれあの良くないって言ったんですけど、A の事乗はあの P の500マイナス 1P インバースに P の500マイナス 1P インバースね。これは I2 ですね。ここにありますけど、だから I2 は左にかけても右にかけてもどちらでも消えるだけですけど、あの見えなくなっちゃうわけですけど、そうするとあのですね、アルファ00ベータ、アルファ00ベータはアルファの事乗0ベータですね。でこれだからこれ3つかけたら、ちょっといい加減にしますけど、アルファの3乗00ベータ3乗ですね。まあ、こんなふうになります。ですからあのここの、500マイナス1の事乗にあたるものは5の事乗00マイナス1の事乗というふうになります。まあ、というわけでこれ繰り返していったら、A の N 乗は P 倍の5の N 乗00マイナス1の N 乗の P インバスというふうになります。じゃあ一旦ここで切りましょうか。で、ここまでがあのパート 01A にしましょう。あとこの後はちょっと一般論を話します。まあ、何かというと、一般論っていうのは基本的にはどこかというと、ここね、一般論があるっていう書いたのは、あの要するにあの違う固有値の固有ベクトルですね。 P1 P2 はラムダイコール5とマイナス、この場合は並べたら正則になっちゃうというそういう話です。それがあの基本です。それだけでもかなりいろんなことは言えます。じゃ あ, あの前半はおしまいにしましょう。